し重すぎ笑った。アーカイブあるらしい。あ、本当ですか。まだないのかな。お、うん、あるな。何が違うの。編集版みたいなね。よいしょ。こんばんは。みんなコスプレ配信してるで。今日だっけ、明日じゃないっけ、ショールームのなんかコスプレみんなでしようみたいなやつ。あれ今日でしたっけ。やべこんばんは。今日だっけ。まずいな。こんばんは。やっぱ明日ですよね。焦った焦った。トメさん、ハロウィンギフト10個ずつありがとうございます。こんばんは。アーカイブありますね、伊予銀行さんのやつ。あとでさえも見ようっと。まあパッと見た感じみんなではないですけどね。コスプレしてるの、してる人は多いけど。よし、焦った。こんばんは。ショートになっとる。そう、ショートになりました。そう、昨日さ、なんか今回のさ、ショールームのハロウィンイベントについてさ、こうちょうど調べたんですよ。そしたらさ、なんかあの今やに20万ポイント超えたらフルーツがもらえるよ、イエーイみたいなね、やつをやってるんですけど、単勝ギハロウィンギフトではあるけど、あのキャンペーンには対象じゃないギフトがあるらしいので、みんなお気をつけ、遊ばせくだされそう、ハロウィンの時期限定のギフトだけど、このキャンペーンには対象となってないやつあるっぽいんで、みんなお気をつけ、遊ばせって感じ。こんばんは。結構ね、みんながね、投げてくれてるギフトね、対象外だったりするんですよ。ともちさん、ハロウィンギフト10個ずつありがとうございます。さりん、こんばんは。こんばんは。わさっぴさん、棺10個ありがとうございます。イエーイ、わさっぴさんありがとう。こんばんは。俺投げたのも対象外だったりする。対象外ですね対象となってるギフトはハッピーハロウィンの動くやつと棺桶と、あとあの無料のお菓子のやつと、魔女猫、お化け猫、ジャックオーランタン猫、怪しい木、ハロウィンタワーの 1,2,3,4,5,6,7,8 個らしいです。こんばんは。そう、みんな知らなかったよね。もっと早く言えばよかった言えばよかった、早く。こんばんは。ちょっと待って、コーヒー熱すぎ。やちさん、棺桶5個ありがとうございます。
あ、なんて読むんだっけその鯛めし屋さん、赤だっけ読み方前違うよって言われて忘れちゃった。鯛めし美味しかった、ありがとう。いや、あそこの鯛めしね、松山鯛めしなんですけど、あれはとっても美味しいよね。ともちさん、ハロウィンなんだっけ、ハッピーハロウィンギフト5個ありがとうございます。とめさん、ひつぎ10個ありがとう。とめさん、ありがとう。やっちさん、ハッピーハロウィンありがとうございます。10個ありがとう。やっちさん、ありがとう。松山鯛めしうまいよね。やっぱ炊き込みご飯好き勢としてはね、やっぱ宇和島鯛めしより松山鯛めしのが好みではありましたね、正直。ちょっと伊予銀行さんのやつ、あ、映ってる、私嬉しい。万次郎と二人で後で見ようっと。こんばんは。松山鯛めし食べてない、次行く。え、マジでね、鯛めしまだ0回ですって人はね、個人的には松山鯛めしを食べてほしいが、まあ、しかしやっぱ愛媛はさ、鯛がさ、こう新鮮なわけよ、取れるから。だからまあやっぱ刺身で食べるやつの方がその新鮮度はね、あの感じられるから、お刺身が好きな人は宇和島鯛めしの方がいいかもしれない。さえは次愛媛に行ったらもう一回松山鯛めし食べようと思ってます別のお店のね、次は。そう、ちょっとね、宇和島じゃない、松山鯛めしか、そう、炊き込みご飯のね鯛めしをね、もう一回かもう二回ぐらい食べに行きたいなと。策を練っています。こんばんは。何回でも食べたい、そう、何回でも食べたい。炊き込みいいでしょ、マジで最高ですよ。こんばんは、こんばんは。愛媛美味しいもん最高ですね。こんばんは。いや、今日は疲れたな、体がね。今日だってさ、消費カロリー1700でしたよ。すごくない？ 1700 キロカロリーも消費したんだけど、びっくりですよ。今日はいい天気だった。今日はね、雲全然なくてめちゃくちゃ晴れてましたね。暖かかったです、割と。マサトさん、ハロウィンギフト10個ずつありがとうございます。まあでも基礎代謝が1200なんで、私1200ないぐらい、1100ちょっとなんで、560キロカロリーぐらいを運動で消費しました。すごくない？すごいよね。牛丼一杯分ぐらい消費したダンスで最高。こんばんは。レッスンどうだったの？ヤマハマルーマンのレッスンはなかったよね。レッスンはあったんだけど、振り入れはなかったから、なんか踊れるようには一切ならなかったですね。なんかね、もうないっぽいですね。こんばんは。もうさ、ほとんどっていうか、マジほぼ全メンバーもう振り完璧に入れちゃったらしくて、私だけ今取り残されてるんですよ。そう、でも私一人のために振り入れとかさ、そんな面倒なことしないからさ、そう、全メンバーの中で取り残されちゃったこんばんは。困っちゃった。
かわいい、ありがとうございます。ちょっとそう、自分で覚えなきゃいけないけどさ、自分で覚えられるような曲じゃないっていうことでビビっております。でも今日ハッツとルンちゃんにちょっと教えてもらって、でね、ゆいゆいも今日いて、ゆいゆいにも教えてもらったゆいゆいにネモハも教えてもらっちゃった。レア優しいよね、ゆいゆいがさ、こう端っこでさ、みんなのレッスンを見てる私のところに来てくれてさ、そう、サリンあまりやったことないのって言って、今日初めてなんですよねみたいな言ったら、って教えてくれた。わっ、おちゃむさん、ハロウィンタワーありがとうございます。すごーい、嬉しい。おちゃむさんありがとう。今横が可愛かったですね、ちゃんちゃんちゃんってなってた。ありがとう、おちゃむさん、嬉しい、可愛いここに、私の画面ではここにろうそくが立っています。ありがとうございます。いつの間にかショートになってる。そう、切っちゃいました。選抜メンバーから直々に教えてもらえるなんて、そうなのよね、そうなんです。ゆいゆいが教えてくれたの。そう、ゆいでよければ教えるよって言ってさ、ゆいちゃんがダメなわけがないじゃん優しかったですね、教えてもらいました。あの、あそこ教えてもらったよ、感想のとこ。まだ考えないとできないけどまだ今考えながらやってたからゆっくりじゃないとできないんですけど、これで体に入れちゃえばね、あのスペースでできるからね、あの速度で。今動きだけ覚えた、とりあえず今日ね。バチバチに早いんだよね曲だと。ゆいゆいは柿を皮ごと食べるらしい。え、むしろ柿って皮ごと食べるもんじゃね私も食べるけど。成功到底は大丈夫なんでしたっけ。成功到底は初披露のメンバーなんで、あの、できます。あそこ揃うとかっこいいよね。いや、かっこいいよね。そうなんですよ。キャロンさん、あの棺10個ありがとうございます。今棺が出てこなかった。棺棺桶、キャロンさんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。渋くないの。え、全然渋、皮に渋さは全くなくない、柿って。こんばんは。いやー、覚えられないよねこういう形ダサ。え、なんか形キモいな。タン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 、違う、タンタンタンタタ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 タ。あー、覚えられんな、あの速さでできないな、むず、腕むず腕むず。こんばんは。腕むずいっすね、頑張らねば。こんばんは。
曲に合わせたらめちゃ、え、めちゃ早いよね、あそこ。すーっと、とんでもないよね。とんでもない。うわー、頑張んないとな。レッスンないからな。レッスンないから頑張んなきゃ、自分で。ちょうどね、みんながレッスンしてる間ね、愛媛にいて参加できなかったんですよね。タイミングがね、ちょっと合わなかったんですよね。みんなもう完璧に踊れてて焦る。こんばんは。タイミング悪しくんですね。今日久しぶりにさ、メンバーにさ、たくさん会ってさ、楽しかったね。普通になんかレッスン終わってからハッツとかルンちゃんとのんびり喋っちゃった。会えたのが嬉しくて。まあでもね、もうすぐ愛媛ですよ。さすがにそろそろさ、冷蔵庫の中身空っぽにしないと。この前空っぽになりかけたのにね、食べるもんなさすぎて買っちゃったからな。ちょっと明日は料理したいけど、レッスンだしな、空っぽにしなくっちゃ。なんやかんやでもうちょいで愛媛、そう、やっと愛媛がね、もう目前ですよ。ていうかパッキングしないとな。パッキングしないとやばい。そろそろ1日にパッキングするか。また前日にしようとしてる。また前日にパッキングしようとしてるけど、まあ1日でいいかな。まあ明日終わんの早い。あ、でも明日ショールームしたいしな、夜は。まあ明日できれば、明日始めて、明日明後日でパッキングしますか。なんだかんだパッキングって時間かかるよね。そう、パッキング時間かかる。そういえば11月3日配信決まってるじゃない。そう、なんかさ、さっきさ、そう、なんか755のコメントかなんかで知りました。でもさ、久しぶりの公演が配信ってちょっと不安だよね。3週間ぶりなんですけど、もうぶっつけ本番なんですよ今回。稽古ないんですよ。それがちょっとだけ不安ですけど。それがちょっとだけ不安ですけどね。ちょっと11月3日で14時公演ですかね、多分。分かんないけど、絶対見る、見てください、ぜひ。14時か。じゃあちょっと午前中に全復習タイムですね、私一人で。こんばんは。では配信嬉しい、配信されるのはとっても嬉しいから、ちょっと頑張らねえばですね。頑張らん、ああ間違えた、頑張らねばでございます。祝日ですもんね。全人類に見てほしい。でかいよ、でかい。対象がでかすぎるよ。嬉しい、配信してもらえるぜ。いろんな人に見てほしいね。
ッチ便利ですか？めちゃ便利です。仕事だし、え、仕事だからこそ配信だと愛媛まで来れないけど配信なら見れるんじゃない？アーカイブもあるし、むしろ仕事で愛媛に来られない人に見てほしいけどね、配信をね。びっくりした。もうさ、たまにペットボトルがさ、なんか大きい音鳴るとき怖いよね。気圧の差でビビるわ。こんばんは。いやー、頑張んないとな、さやかちゃんも。いろいろと今いろいろと頑張ることが多いぞ。こんばんは。公式載ってないけど欠点なんだね。あ、公式載ってないの？え、わかんない。それもうみんなからのみんなからのコメントで、あ、そうなんだって言ってるからわかんない。めっちゃ壮大な嘘かもしれん。わからん。わかりません。チケットでもう売ってる。あ、もうチケット売ってるんだ。じゃあ事実ですね。あ、二の腕の肉が減った。二の腕の肉が減りましたよ。急に話変わったけど、触ってて思った。ほら、ちょっとほら、あんまりないな。ちょっとここがないですね。ちょっと増えたと言おうと思ったけど、別にない。まだ目に見えた筋肉はないですね。こんばんは。二の腕、私の腕です。腕さ、割と細い方ではあるよね。そう、腕は細いんですよ。ひらりんさん、ハロウィンギフト10個ありがとうございます。ひらりんさん、ありがとう。二の腕は肉あった方が、え、二の腕こそさ、肉あったらさ、一番嫌じゃない？私はちょっと引き締まりましたね。最近ジムに通っておりますので、ちょっとね、ほんのちょっと引き締まりました。お腹周りとか足はまだまだですけど、腕は多少ね。腕はもともとね、脂肪があんまりなかったから、こう筋肉がちょっと鍛えられると目に見えますね。こんばんは。お腹周りや足は結構脂肪の塊なので、まだまだ時間はかかりそうですね、綺麗になるまで。こんばんは。手足長いの最高。横内先生にもめっちゃ言われた。君は本当に手足が長いね、着物で隠しちゃって申し訳ないよって言ってもらえて嬉しいです。こんな感じで産んでくれて両親ありがとうって感じ。別に両親はそんなになんか背高いとか手足長い感じじゃないんですけどね。そう、珍しい。家族ではあまり同じ感じじゃないんですけど、誰のスタイルが理想？京天ちゃんかな。背の高さも含めてね。けんけんさん、棺桶ギフト10個ありがとうございます。けんけんさん、ありがとう。京天ちゃんかな。京天ちゃんも手足長いし、背が高いからね、手足長くてこうスラッとして見えるし好きかな。今日も会いましたけど、
さんハロウィンギフト10個ありがとうございます。トメさんありがとう、ハッピーハロウィン。サリンのグラビア期待しています。サリンのグラビア需要がないのかわかんないんですけど、ちょっとオファーが来ませんでしてですね、今のところ残念ですね。こんばんは。ちょっといつ来てもいいようにね、ちょっと鍛えておきたいと思います。お腹ぽよぽよしてたら恥ずかしいんでね。まあ別にぽよぽよはなんかバキバキではないけど、別にぽよぽよも別にしてないっちゃしてないんだけどね。こんばんは。本当にさ、丸顔でさ、めっちゃ損してる気がする。太って見える、もうもったいないよね。こんばんは。配信チケット GoTo イベントの対象、そうなんですよ、配信チケットは GoTo イベントの対象なのでね、ちょっぴり割引されております。なんで皆さんお手に取りやすいご金額だと思いますので、ぜひ配信見てください。そこがいいのに。そう、サイリン推しの人はね、みんな丸顔なのがいいんだよって言ってくれるんだけど、サイリン推しじゃない人はね、痩せろってね言ってくるんですよね。まあこればっかりはね、人それぞれ好みがございますから。ちょっと変なとこ言っちゃった、コーヒー。仕方のないことですね。ちょっと変なとこ言っちゃった今。今日はねいっぱい動いたから、夜ご飯はね超タンパク質取ったよ。夜ご飯一食で 40g ぐらいタンパク質取ったんだけど、やばくない？めっちゃタンパク質取る人になっちゃった今日。かわいい、ありがとう。体にタンパク質のご褒美をあげたよ。体を動かしたからね。少しでも筋肉になればいいなという気持ちでね。でもさ、炭水化物を取んなかったの。ちょっとね、お昼ちょっと炭水化物多めに取っちゃったから。あ、そう、お昼はね、今日インドカレーとね、チーズナンを食べたんですよ。せっかく動いたのにカロリー爆弾をちょっと食べてしまったんですけど、まあ昼だから許されるかなと思って。でさ、今日インドカレー屋さんにさ行ってさ、テイクアウトでさ、チーズナンとインドカレー、ほうれん草チキンカレーだったかなを頼んだんですけど、カレー何からにしますかって言って、なんかいつものノリで辛口って言っちゃったの。でもさ、インドカレーってさ、基本が割と辛めじゃん。めちゃくちゃ辛かったよね。全然美味しくいただけたんだけど、めちゃくちゃ辛かったよね。びっくりしちゃった。辛ってなっちゃったね、さすがにね。でチーズナンはとても美味しかった。でもね、チーズナンね、長野にねめっちゃ美味しい店一個あって、やっぱそこには負けてましたね。そう、だからちょっとチーズナン食べたらなんか実家に帰りたくなっちゃった。長野に美味しいお店があるんです、友達に教えてもらってハマっちゃった店があるんですけど。こんばんは。チーズナン途中で重くならん？全然2枚でも3枚でも食べれますね、チーズナン。
チーズ好きすぎて。チーズなんてさ結構油ぎっしゅですよね。食べたことある人は分かると思うんですけど、激辛得意なサリなのに。あ、でもなんか激辛チャレンジだと仮定したら全然辛くないから全然余裕で食べれたけど、もし激辛チャレンジの辛さだったとしたら余裕すぎたけど、そう、激辛チャレンジするならなんかその店もうちょっとなんかもっと辛いやつあったの、辛口より上があって、それだったらちょっと激辛チャレンジチックなことできそうだなっていう感じはしますけど、辛口ぐらいだったらねちょっと辛いけど、まあ美味しかったからちょっとあれですね、まだまだですね。ヤスさん、ハッピーハロウィンギフトごくありがとうございます。現在115,226ポイントです。え、すごい、めっちゃ増えた。昨日5万ポイントとか言ってたのにもう倍ですよ。あと半分だ。フルーツ食べれるといいな、せっかくだし。まあまだ明日までありますかね。明日の23時59分までなんで、今回のハロウィンイベントきっと20万ポイントいけるでしょう。こんばんは、こんばんは。いつも思うけど美肌ですね。いやー、それは画面越しだからですよ。あとメイク、さすがにね最近肌荒れやばくて皮膚科に行こうか悩むぐらいちょっと肌荒れしてます最近。ストレスかなとは思うんですけど、何のストレスやねんって話ではある。食事かな。そう、やっぱ痩せなきゃってやるとストレス溜まってね、なんか体に不調をきたすからね、やっぱ食べて運動するのがやっぱ自分には向いてるんだけど、そうっていう感じですね。あ、睡眠ね、それもそうだわ。だから愛媛行ったら多分この肌荒れ治ると思うんだよ。愛媛行くとさマジでね超早寝なの、眠くてさ。愛媛ねすごいよ、超早寝できるの。なぜならめっちゃ早起きだから。めちゃくちゃ早起きだからめちゃくちゃ早く寝れるんだよね。6時前にいつも起きるからさ愛媛の場合。そう、愛媛マジで健康なんだよな、あまりの健康度合いにびっくりですよ。愛媛は食生活がまあね、でもそれはなんか自分で調節します。前回愛媛行った時は結構なんか食べたいものをガーッと食べちゃってたから、次行く時はちょっと健康面を気にしてね、タンパク質をちゃんと取ったり、お野菜ちゃんと食べたり、あとなんかそろそろみかんが時期みたいな話を聞いちゃいましたので、ちょっと食べてビタミン取ろっかなって思ってます。ビタミン取っちゃおっかな。セリみかん好き、その大好きなの私、みかんがマジ大好物。愛媛行くと配信は朝になるのかな。いや、前の愛媛と同じ感じですね。10時半公演の日は夜配信、夜っていうか、まあ、夕方ぐらいの配信だし、14時公演の日はまあ午前中9時、朝の9時とかにやるかなって感じですかね。前回と同じ感じかな。みかんって実は静岡も生産が多いの。全然実はじゃなくない？みんな知ってる常識じゃない？静岡は。先週朝露マルシェでみかん買ったわ。いいね。そう、朝露マルシェになんかみかんがいっぱい並ぶらしいんですよ。やっぱ時期になると。それを狙っております私。
ヨコちゃんと話できた。いや、ヨコちゃんとは会えてないですね。愛媛で蛇口からみかんジュース出るって本当？そう、あるよ。まだ飲んでないけど、次行った時絶対飲もうと思ってるんだよね。次行く時結構余裕あるからさ、空港で時間の、それ絶対に飲んでやろうと思っています。この前ね、帰りに飲もうと思ったらお財布にお金入ってなくてね、ちょっと飲めなかったんで次こそはちょっとね、飲みたいと思っています。ちゃんとお財布にお金を入れて持っていこうと思っています。ちょうどちょっとね、なかったんだよ。ペイペイにチャージしちゃっててさ、財布空っぽにしちゃってたんだよね。愛媛めっちゃペイペイ使えるからさ、ペイペイにお金全部入れちゃってたんだよそう、やらかしちゃった、やらかしちゃったんだよね。そこペイペイ使え、空港ペイペイ使えなかったんだよ。空港の中の蛇口、ピエンですね。あとなんかね、そう、愛媛松山に行きたいお店いっぱいあるんだよな。ちょっとずつ消化していけたらいいな。松山にちょこちょこ行ったりして、なんかね、お芋のなんか、そう、お芋をなんかすごいいっぱいかけてくれる店とかさ、お芋のクリームみたいな、モンブランの上に乗ってるやつみたいなやつね、かけてくれるお店とか、なんか抹茶のお店もあったし、みかんのお店もあったし、なんかね、行きたいお店いっぱいあるんだよな。狙ってます。それ言った、マジ？それが入るか入らないかめちゃくちゃ悩んだ店ねいいね。こんばんは。行きたいんですよね、お芋ね。あれマジで行くか行くまいか死ぬほど悩んだんだよね。やめちゃったけど。いいですね、パン屋さんが多いよ。そう、愛媛のパン屋さんなんだっけな、なんとかってところさ、ちょっとすごい美味しかったからまた行きたいんだよな。ちょっと愛媛のパン屋さんも、ちょっとパン屋さん巡りもしたいし、カフェ巡りもしたいし。にしては日数が足りないんだよな。気づいたらもう帰宅になっちゃうからな。ちょっとずつね、消費していきたい、行きたいところをね。パン屋さんいいっすね、行きたいな。今すごい関節ポキって言ったけど大丈夫かな。意外と愛媛ね、短いんですよね、愛媛滞在。そう、いろんなとこ行きたいなって考えるとね、ちょっと短いのでね。休みもね、週1しかないからね。こんばんは。そうなんです、なんか公演後に松山行こうかなおしゃれなお店多い。なんかさ、そう、松山めっちゃさ都会ですよね。なんかおしゃれなお店が多い。やっぱ四国一の都会のだけあるね。長野出身同じですね。お、嬉しい、よろしくお願いします。まあそんな感じで、ちょっとそろそろ今日は終わりにしますか。もう時間も遅いですし、さやかちゃんも眠くなってきましたし、明日も早く起きようと思っていますし、ちょっとね、おねんねしたいと思います。ではランキング読みますね。13位エサパチさんありがとうございます。12位マンダリンさんありがとうございます。11位ちさとちゃんありがとうございます。10位マサトさんありがとうございます。9位ヤスさんありがとうございます。8位ヒラリンさんありがとうございます。7位ケロンさんありがとうございます。6位ケンケンさんありがとうございます。5位トモチさんありがとうございます。4位マサッピさんありがとうございます。3位ヤチさんありがとうございます。2位トメさんありがとうございます。1位はおちゃむさん、ハロウィンタワーありがとうございます。ありがとうございました。ということで、また明日お会いしましょう。明日は、明日レッスン、どんな感じだったかな。明日ね、2回配信しようかなと思ってるんですよ。なんか
朝と夜、せっかくな月末だし、せっかくなので、なんかそうなんで、まあまたちょっと後で連絡します。レッスンの予定とにらめっこして後で皆さんに連絡したいと思います。それではおやすみなさい。バイバーイ。